デリア・トシコはアメリカ合衆国の日系人市民ランナー。京都府出身で旧姓脇市元。津田塾大学を卒業後、フルブライト奨学金受給生となり、1951年に渡米。アメリカで少女時代からの死亡だった聴覚障害者の教育に従事した。アメリカ人と結婚し、カズメを設けた後に25歳で離婚。実家に戻るが、両親から、 娘と別れて日本人と再婚することを求められアメリカに帰りホワイトプレインズのローア学校で教鞭を取ったこの時期にピアノ奏者であるマンフレット・デリアと知り合い再婚したデリア夫妻は登山を趣味としそのための体力作りとしてランニングも行っていた44歳だった1974年に高校生の娘から 学校の 4km レースに一緒に出ることを懇願されて出走3位になったことをきっかけにランナーの道を歩む1976年ニュージャージー州のマラソン大会に初出場しトラブルによるタイムロスも含めて3時間25分で完走した49歳の時子宮癌を発症するが手術から4ヶ月後のボストンマラソンに出場1980年には スコットランドのマラソンで2時間57分25秒を記録し50歳以上の女性として初めて3時間以内の記録を受立した。この年11月には第2回東京国際女子マラソンに出場3時間25分33秒で37位となっている。これらの活動が日本でも紹介され、 1981年11月9日には彼女を描いたドラマ走れ、デリア、都市小岩に勝った51歳のランナーがテレビ朝日の生命の死シリーズの第1回として放映された。その後も癌や動脈瘤といった病気を発症しながらも陸上競技を続けた。2006年には10キロ及び25キロのマスターズ陸上で記録を更新し、 全米陸上競技連盟から表彰を受けた。さらに2009年にはニューヨークにあるアメリカ陸上競技名誉の殿堂にイメージ写真が飾られた。2014年2月脳腫瘍のためニュージャージー州で死去。2013年に出場した5トル走が最後のレースとなった。ありがとうございます。